皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今日はバレットジャーナル4月のセットアップをしていきます。やっと春がやってきました。4月のテーマは桜です。チャンネル名にも桜の文字を入れているので気合が入ります。近所の桜がまだ咲いていないので、昨年母とお花見をした時の写真をもとに表紙ページを書いていきます。多少間違えてもわからないようにとても薄いピンクで下書きをしていきます。思っていた以上に画面で確認しづらいので大幅にカットして先に進みます。開始から1時間半が経過して、いつもなら YouTube のページを書いているところですが、今回はまだ何を書いているのかもわからない状態です。ペンの持ち方もおかしくなってきました。真面目に解説すると、桜の花びらを塗るのにペンを立てて塗ると線が残るので面で塗っています。鉛筆ではしますが、ペンでもやはりこの持ち方の方が塗る部分によっては塗りやすかったです。背景を描いていきます。背景は後ろの桜をぼかしながら描いていきました。今回も使用した文具や ABT の色番号は概要欄にまとめておりますので、気になる方はそちらをチェックしてください。背景の桜を少し暗くして、手前の桜が浮き出てくるようにしています。手前の枝も少しずつ濃くしていきます。背景の桜の隙間に青空も描きました。手前の桜の花の中心を描いていきます。左下の桜も花の中心を描きました。ここから縁取りを描いていきます。枝をもう一段階濃くボコボコした感じも出していきます。黄色を足したり、影を足したりして、それでもまだコントラストが足りないので、花の中心に濃いピンクを足していきます。
ピンクをなじませるために上から黄色で重ね塗りをしました。ここでセットアップの途中ですが、お話ししておきたいことがあります。集中力が切れたので水を飲みに席を立ったのですが、戻ってきたら爪がすっぴんになりました。どこで落としたのか家中どこを探し回っても見つからず。ちなみに普段は仕事も家事もやりづらいので爪には何もしていません。撮影用に慣れないおめかしをして撮り続けているのでありました。しっかり押さえて、はい、色は変わったけど完成です。気を取り直して作業に戻りましょう。花びらに陰影をつけていきます。全体を見ながら微調整をします。こんなところでしょうか。最後に一言書いて、表紙ページ完成です。こんなに書くことに没頭できた表紙は初めてでした。次はマンスリーページです。方眼の下敷きを合わせたら、左から2列目、上から7マス目から日付を書いていきます。下敷きはそのまま、右から7マス目から再び日付を書いていきます。このミニカレンダーは夕食をメモしたり、植物の成長や日々の一言日記など思いついたことを書いています。タイトルを書きます。ちょっと字を書くのに失敗して深追いして傷口を広げていますが、後で周りに絵を描くとそこまで気にならなくなります。今回は見開きで一つの絵にしました。ページ全体に花びらが舞っています。右下にはタンポポを描きました。1週間ごとに線を引いて完成です。次は YouTube のページです。お仕事や勉強、趣味などをマンスリーページとは分けて管理したい方向けです。日付の書き方はマンスリーページと同じです。タイトルを書きます。 YouTubeスケジュールと、今月は花吹雪です。桜の花びらの絨毯は本当に綺麗なピンクですよね。早く今年も見たいです。カレンダーに1週間ごとの線を引きました。このページはスライドして月の予定を見ながら計画が立てられるので便利です。右ページは YouTube のアイデアを書き溜めておくページにしています。冬の間は雪が積もっていたので、ピンクになって季節の変化を感じます。続いて
大人の工作コーナー週刊&おやすみトラッカーのページです。といつもなら進むところですが、今回は工作なしでいきます。右ページに睡眠を記録するおやすみトラッカーを書きます。縦軸が日付、横軸が就寝時刻になっています。左のページは習慣にしたいことを書いていくページです。おやすみトラッカーと習慣トラッカーの使い方は3月のセットアップをご参照ください。全部書き終えたら見開きでイラストを書いていきます。このページはしだれ桜にしました。次はその日の気分や体調を色で記録するムードページです。小さな花びらを30枚描いていきます。30枚描き終えたら上の方から花びらを避けながら縫っていきます。右側も同様に塗っていきます。いろいろな塗り方を試したのですが、この順序で塗るのが一番きれいに仕上がりました。薄いピンクで花びらを塗っていきます。水面に浮かぶ桜の花びらです。川の緑と迷ったのですが、今年は青い水面にしました。先月のチューリップに引き続き、今回のイラストもシンプルで描きやすいので、ムードトラッカーを初めて試してみるのにもおすすめですし、使わない方はこれから説明する花びらの根元を塗って表紙ページに使うのにもおすすめです。気分の色は4段階にしています。上から順に最高にいい、普通よりいい、普通、少し悪いです。日付を書いて完成です。塗り方の説明をします。1日に最高にいいだった場合、花びらの根元を濃いピンクで塗ります。2日に普通だった場合、薄いピンクで塗ります。3日に少し悪いだった場合、ベージュで塗ります。4日に普通よりいいだった場合、少し濃いピンクで塗ります。4月は1日1色で塗ってみます。次は食費以外のマネーページです。カレンダーを書いたら、お金を使った日をマーカーで塗って、下の余白に使った日付、買ったもの、金額などを書いています。このページだけ前月の給料日始まりで使っています。今月はどこもかしこも桜なのですが、ここまで書いてきて大事なものを忘れていたことに気づきました。桜といえばお団子ですよね。真ん中に線を引いて完成です。次はカードの支払いやローンなどを管理しているマネーページです。カード会社ごとの引き落とし日も書いて忘れないようにしています。先ほどのお団子で食欲スイッチが入ったのか、こちらには桜餅を書いてみました。お抹茶を添えて、目の前にあった黄色のペンでカードを塗ったら派手すぎました。配色のコツを出したばかりなのに、ペンの色は確認しないとですね。次のページからデイリーページの始まりです。4月のバレットジャーナルです。表紙ページ、マンスリーページ、 YouTube のページ、週刊トラッカーとお休みトラッカーのページ、ムードページとマネーページ、
支払い管理のマネーページ、デイリーページ、以上、バレットジャーナル4月のセットアップでした。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。付け爪どこ行っちゃったんですかね。